オープンイノベーション税制、まさにこのコロナでですね、今不況の波が大波が来ているところなんですが、やっぱりオープンイノベーションというものに関しましては、まあ我々強く危機感を持って必要ですということを訴えかけた面もありますけれども、今回は本格的に、まあ、腰を上げようかっていういい機会になるんじゃないかなと思いますね。早速ですね、オープンイノベーション税制ですね、この中身のところに迫っていきたいと思います。で、端的に言うとですね、今日ご覧になられている大企業の皆さんがですね、ベンチャー企業さんに出資された場合に投資金額 25% がですね、課税所得から引かれると、こういった制度になるんですが、海外への投資も含めてですね、かなり広範囲で認められているというところで、非常に斬新な制度になっているというところですね。こちら金津さんの方から語っていただければと思います。わかりました。はい、そしたら制度のですね、ポイントをご紹介できればと思います。今ご紹介いただきましたけれども、資料のですね、青い四角囲いの中に、スタートアップ企業の株式を取得する場合ですね、取得価格の 25% の課税所得を控除できるということになってます。まあ、今大体ざっくりですね、法人税が実効税率 30% だというふうに思えば、30% さらにかけていただいて、例えば、ちょっと大きめな例でいきますと、10億の投資をしましたと、出資をしましたということであれば、10億の 25% のさらに 30% になりますので 7.5% ですね、7500万円が最終的には税額からそのまま引かれるという制度になります。それで、図の中で 1,2,3 とですね、対象法人の要件、それから2番目が出資を受ける主体の要件、ベンチャー側の要件ですね、それから3番目、出資そのものに関しても、いくつか要件があるということでございまして、まず1番はですね、いろんな企業さんもいろんなやり方で投資をされてらっしゃると思います、KDDI さんもいろんなやり方持ってらっしゃると思いますけれども、国内の事業会社さん本体からですね、投資をされる場合もあれば、CVC というですね、ビークルを作って投資をされる場合もあると思います。CVC に関しては一定の要件がありますので、後から少しご紹介しますけれども、まず制度の基本的な考え方としては、その本体投資それから CVC 両方とも OK というふうにするということにしています。それから2番のベンチャーの要件はですね、非常にシンプルでして、設立10年未満の非上場企業であれば OK ですよということになっております。で、出資の部分についていくつかポイントがありまして、今斉藤さんからもご紹介いただきましたけれども、出資要件で、国内の部分についてですね、国内のベンチャー企業であればまず1億円以上の出資というものが必要になってまいります。最近先ほど私が役所に入ってから20年、エコシステムも大体もちもち育ってきたかなっていうふうなことを申し上げましたけれども、やっぱりベンチャー側のニーズからいきますと、もちろんアーリーのところでお金が欲しいっていうニーズは引き続きあるんですけれども、それに加えて最近はラウンドのサイズがやっぱ大きくなってきた、それでその入れて欲しいと思われるそのチケットサイズも大きくなってきたっていうのも一つの特徴かなと思っておりまして、そういうものに対応するために、ある種その加減みたいなものを設けまして、1件あたり1億以上を出資をしていただくということが必要になってきます。で、もう一つ先ほどおっしゃっていただきました海外のですね、ベンチャー企業も今回は出資を OK にするというのは、本当に我々からしますとですね、皆様方の心の声との乖離は意識するんですけれども、我々からすると制度を作る側からするとですね、結構革命的でありまして、その海外のベンチャーの出資も OK にした。で、ただそのことに関してはやっぱり加減を少し高めに設定をするというふうにしてまして、海外のベンチャーについては5億円以上ですね、出資が必要ですよという、そういう要件にしております。で、あと細かい話になってきます。これは先ほど全体でその所得課税や所得控除が 25% という中で、法人税控除率、税率がですね、右下のところ 29.74 って書いてあります。仮に 30だとすれば、大体 7.5% 分引かれることに最終的になりますよという、そういうご説明ですね。それから、あと CVC の部分ですね。これは例えば図が3つありますけれども、一番左のやつはですね、LPS、いわゆるその投資組合を作って投資をする場合で、CVC もですね、例えばその事業会社さんが自分の子会社を作って、そこにそのいわゆる投資法人のその GP を
任せると、うん、でさらに LP として事業会社さん自分が出資をしますよというパターンも結構あるのかなと思ってまして、うん、その GP と LP 全体でそのマジョリティを取っていればですね、さすがにその事業会社自分が運営している CVC だよねって見なせることになると思いまして、これでまず一つ OK と、うん、からもう一つは例えばその一番最初にやっぱり CVC を作るときにやっぱりそのファイナンスのところのデューデリなんかが自分の中でノウハウがないとか、そういう場合に他のですねファンドのそのキャピタル会社さんに GP 機能をお願いして、ただ自分が丸々 LP として出しますよっていう二人組合を作ってやるような場合もあると思ってまして、これはGP は他の人なんですけれども、まあ二人組合だっていうことを考えればほぼほぼ自分のためにやってるファンドだというふうに整理をされますので、まあこういうその類型であれば CVCOK ですよということになります。大体我々が把握している限りでは事業会社さん、まあどっちかの類型かなと、で時に一番右の民法組合使ってらっしゃるような例もあるんですけれども、大体左2つに包含されるかなというふうに思っています。それからあとはですね、まあ少しこれも細かいんですけれども、その対象のその事業会社さんのその考え方として法人単位にやっぱりならざるを得ないということで、こちらの先ほどもう一回CVC の類型に、戻りますけれども、真ん中の例えば二人組合考えた時に LP が自分だっていうふうに考えた時に、時にその自分と子会社も含めて LP やってますっていうような場合も出てくると思うんですけれども、それはですねやっぱり別法人として捉えざるを得ないっていうのがちょっと税法の考え方としてありますので、その法人が別の場合はやっぱり別法人としてちょっと認識しなきゃいけないですよっていうのはちょっと細かいですけれどもルールとしてあります。これはちょっと参考ぐらいの情報になります。それからあとですね、その出資を受ける側のベンチャーの条件については、先ほど設立10年未満の未上場っていう形で一番上の丸一番の四角の中の左側のポツのですね上2つぐらいに書きましたけれども、加えて一回もう他の例えば自分も含めてですね自分の子会社になっているようなもの、あるいは他の事業会社さんの子会社になっているようなものはさすがに自分のものもしくは他人のものになっておりますので、それに追加的に出資をするっていう場合はダメですよっていうことになってますので、そこを少し注意をいただきたいなと、うん、で、もう一つですね、海外も OK ですというふうに申し上げましたけれども、真ん中に国内の事業会社自分の本体ですね、それから CVC っていうのが薄い水色であります。国内であれば1億円超えてれば全然 OK なんですけれども、うん、海外投資については結構海外に CVC を登記してやってらっしゃる場合、うん、あるいは海外の子会社経由でやってる場合あると思うんですけれども、うん、これはもう日本の税法の中では残念ながらその補足ができないものになるので、うん、そこはちょっと申し訳ないんですけれども、やっぱり国内から投資をしていただくことが必要になってくると、まあ、そういうことをご説明をした図でございます。それからもう一つ先ほど自分の子供になったもの、あるいは他人のものを他人の子供になっているようなものについてはそれの追加出資ダメですよというふうに申し上げましたけれども、その子供云々みたいな話を簡単に整理をした図でございます。当時制度創設する時も一番最初は新聞市場で MA 税制っていうような言葉も出てきたと思いますけれども、やっぱり我々その M&A も非常に大事だと思っておりまして、M&A もですね含められるような形にしております。で例えばそのベンチャー企業に一番上の赤いそのグラフのですね0からマイナーの部分入れる、まあこれ0で 30% になっておりますけれども、別に1億超えてればですね 17% でも 23% でもそれ全然OK です。でそのマイナーにところに行くためのその出資ももちろん OK ですし、さらにその一番最初0からですね真水のお金を入れながらマジョリティを取っていくっていうところも大丈夫ですし、マイナーのポーションを持っていてさらにそこから5割超の部分まで行くっていう部分も全部OK にしておりますので、例えばその CVC で最初マイナーに入れますと、で良さそうなんで自分のグループに入れるために本体から5割超まで取りに出資をします、これ両方税の対象としては OK ということになりますので、そのあたり非常に細かいですけれどもご認識いただければというふうに思っております。
で、一つだけですね、ちょっと基本的に役所が絡むのは良くないと思っておりますので、もう皆様方に自由に投資をしていただいて、税として認めるっていう、そういう制度にしてるんですけれども、一つだけこの資料の一番下のですね、ちょっとちっちゃいので恐縮なんですけれども、準投資を目的とした出資等は対象外というふうにしております。まあ普通の、まあ例えば KDDI さんとかですね、普通のその事業会社さんであれば、ベンチャー企業に投資をする場合って、まあ、もうオープンイノベーション、事業性の投資ですので、もう基本的には OK だと思ってるんですけれども、まあ、中にはですね、金融的な事業なんかも結構大きくやられてらっしゃって、金融的なその準投資をやられてらっしゃる企業さんもいらっしゃると思います。で、その場合は、準投資に対して今回のその税制を適用するっていうのはやっぱりできないということになりますので、まあ、事業性の投資ですよということを我々経産省の方が確認をすると。いうことにしております。で、その申し訳ないんですけど確認をその資料の2つ目の黒い丸印のところありますけれども、5年間ですね、ちょっと継続してやるということになりますので、投資をした後経産省の方に、まあ、電子申請みたいな形で非常に簡単なものにしようと思ってますけれども、こういうビジネスのためにやってるんですよということを、まあ、簡単にご報告をいただくような、そういう仕組みになってます。大体まあ、ケースバイケースですけれども、投資をした後、例えば、プレスリリース出されるような場合もあるんじゃないかと思いますけれども、そういった場合はもうプレスリリースに書いていただいたような内容を転記していただいて、電子申請でピュッと出していただければ OK ですし、まあ、中にはプレスリリース出さない、ちょっと内緒でやってますよっていう投資もあると思いますけれども、そういうものであっても多分会社の経営陣にいろいろご説明されると思いますんで、その説明の時にこういうそのビジネス上のシナジーみたいなものを意識して、まあ、投資をしましたっていうことを経産省の方にご報告いただければ OK と、そういう制度にしております。ごめんなさい、はい、この5点のところなんですけど、はい、これ事業投資だっていうことが明確に証明できれば、ここを例えば柔軟対応っていうのも将来的には考えられるんですか？まあ、ちょっと将来的にどうなるの、まあ、多分例えばその対象の企業さん、例えば、うん、なんとか業種で例えば切るとかっていうのも、うんうん、まあ、なくはないかもしれません。いや、何を言いたいかというと、その今回かなり、M&A まで対象にしていただいてるんですけど、はい、うん、そうなった時に多分そのもうちょっとグロースステージの今投資先って結構少なくて、はい、確かまあ、うん、投資できる側が少なくて、うん、やっぱそこに対するやっぱりこう資金の出して必要だと思ってるんですけど、うんうん、そうなった時にどうしても IPO をしちゃった時にですね、うん、はい、IPO をするっていうケースって結構あって、はいはい、うん、その場合って今はどちらかっていうと東証も比較的今既存株主は吐き出すっていう方向でやるケースが多いので、うん、 そうですね、そうなると結構短期で、うん、ただ一定割合は持つと思うんですけど、そういうケースって多分あれですよね、放出した分については返還っていうことになっちゃいますよね。今のままだと今はそうなっちゃいます、ね、放出した分についてはなっちゃいます、うん、まさに今おっしゃっていただいたその 25% の所得控除で、うん、まあ、5年経った後に放出された場合は全然 OK なんですけれども、はいはい、今中馬さんがおっしゃったような結構グロースレーターで上場に近いステージで投資をして、で5年以内に上場しちゃってちょっと売らなきゃいけなかったっていう場合については、これはちょっと申し訳ないんですけれども、対象な、じゃあ、返還しなきゃいけなくなる、取り崩しになっちゃう、取り崩しになるってことですね、そういうこと、そのまま利益がキャピタルゲインで出てれば、まあそうですね、まあそうですね、そうですね、はい、まあ、ただまあ、そもそもちょっと税の話とちょっと離れちゃいますけれども、うん、そのやっぱりそもそものそのプレ IPO からポスト IPO にまで視野に入れて、うん、そのどういうその株主構成にやっぱりしていくんだ、うんうんうん、でそれによってどういうふうにそのポスト IPO の時も継続的に成長ができるんだっていうことは非常に大事だと思ってまして、うんうんうん、まあ、税の話とは少し離れますけれども、うんうん、そういうところもちょっと我々としては次の政策のそのアイディアとしては持っています。で、まあ、ポイントとしては今5年以内に5年間持ってくださいと。で、5年以内にやっぱり譲渡しちゃいましたっていう場合についてはちょっとその控除した初年度の控除分をやっぱ取り戻すっていう作業が必要になってきますので、そこはご注意をいただきたいなということでございます。わかりました。からもう一点だけですね、今経産省の方で事業性の確認をさせていただくっていうそういうことを申し上げました。で、これは例えば企業さんも年度がいろいろバリエーションあると思いますけれども、この例は4月から3月の事業年度を持ってらっしゃる企業さんの例でちょっと書きましたけれども、大体もう1年に1回もう年度末ですね、今の例でこの例でいくと2月ぐらいにいい案件まとめて、年に例えば2件投資したらこの2件についてまとめて出していただいて我々の方で OK っていう確認書を
出ししますので、それを添付して申告いただければ OK っていうことになるっていう、そういうあのことにしてるんですけれども、まあ、それがあのこの資料の右側の方にある正式申請っていうところですね。でただ企業さんによっては、例えば、はい、例として例えば4月と8月に2件やりましたと、で2月まで待ってるのもあれなんで、先にちょっとこれ大丈夫ですよねっていう確認をしたいということであれば、それ事前相談ももちろん可能にするっていうスキームにしておりますので、まあ投資終わった後にしばらくちょっと落ち着いて、これ大丈夫ですよねと、プレールスリリースとかも全部終わって一息ついた後にご相談いただいて、まあ OK ですよということはお返しをして、最終的にただ証明書を交付するのはちょっと年度末に近いところでお出しをして、まあ、添付していただくと、まあ、そんなあの実務を考えております。とりあえずあの制度の説明は以上、はい、はい、ありがとうございます。ではですね、今お話しいただいたところ、ご質問をさせていただきながら進めたいなと思ってます、はい、でまずですね、まあ、ここの概要についてやっぱり海外が入ったのは非常に大きいなと思っていて、まあ、世界中株価下が、あのバリエーション下がっていくので、まあ、日本企業体力あるところが海外にどんどん出資していくっていうチャンスになっていくなというところですね。あと中小企業は1000万以上。そうですね、まあ、今日聞いてらっしゃる方は大企業の方が多いのかなと思って、中小企業ちょっと外しましたけれども、もちろん中小企業でも、まあ、そうですね、例えば地方の方の中小企業のちょっとキャッシュリッチな方で、やっぱり次のビジネスの種を探すときにベンチャー企業に出資されますっていう例も例えば商工会議所さんなんかに聞きますと結構出てきてまして、そういう場合はレベル感をちょっとこう加減を下げまして、1000万以上であれば同じように 25% の所得控除ができますと、そういう制度にしております。まあ、それぞれベンチャー企業家の方が、まあ、地方のお金持ちのオーナーから集めていくみたいな時は非常にこちらも効いてくる。そうですね、はい。あと気になったのは現金振込による出資というところで、まあ、株式の交換なんかで買収するケースもあると思うんですが、はい、ここら辺はどうなってますか。ですね、株式の交換、まあ、端的に言うとそのもうすでに発行済みの株式を第三者から買ってくるっていうものについては、今回の税の対象にはならないということにしてまして、事業会社の出資をされる皆様方、事業会社のもちろんオープンイノベーションにまずつながっていくっていうことが政策の目的なんですけれども、それに合わせてもちろんそのスタートアップも成長していって、お互いにウィンウィンでっていう、まあ、それが制度の狙いになっておりますので、成長資金じゃなきゃダメなんですね、これ。真水としてお金を、はい、入れてるっていうところがポイントになってまいります。そっか、はい。だ、まあ、普通の まあ、出資っていうことであれば OK なんですけど、まさに MA フェーズみたいな時になってきた時は、まあ、時に組み合わせでですね、その真水でお金を入れながら既存株式の発行も、まあ、買収しながら全体5割超に持っていくみたいなこともあると思うんですけれども、それは真水の部分だけ今回は面倒見るっていう、そういう制度になっております、はい。まあ、この条件で言うと、まあ、じゃあ1社当たり200億まででかける、はい、まあ、5だったら500億までの買収とか投資は、おっしゃされるってことですね。1件あたりは所得控除額で25億になってますので、うん、今斉藤社長のおっしゃっていただいた通りでありまして、投資額っていう意味では真水の1件あたりの規模が100億、でそれが、まあ、さっきの純投資じゃなくて事業性の投資になりますので、まあ、皆さん方その事業のシナジーも意識して投資するっていうことだと年間こう、そんなにボン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 なかなか難しいかなっていう意味も含めまして、まあ、年間で1社あたり事業会社1社あたり500億までの、まあ、枠を準備させていただいた、そういうことになります、ね、はい、分かりました。それからですね、まあ、こちら のパターンいくつかありますけれども、このパターン2なんか、まあ、まさに KDDI さんなんかはこのパターンですか、ね、うちはここですね、はい、そうですね、結構、まあ、KDDI さん以外にもこういうその二人組合のパターンやっぱりありますし、他も民放組合を使ってらっしゃるケースもやっぱりありますので、まあ、できるだけこう広めに我々としては組んで、まあ、今回財務省もそこは実態ベースでじゃあやりましょうっていう感じで付き合ってもらいましたんで、大体カバーできてるんじゃないかなと、かなり柔軟なご対応いただいたと思いますね、はい、これはね、それからここ の3つ目のポチのとこですね、はい、まあ、子会社、はいはいはい、これ結構ポイントかなと思っていて、ね、子会社がファンド的になってる、まあ、作ってる場合にそもそも利益がない構造になりやすい、そうですね、と、まあ、引く利益がないっていうことになるのかなと思っていて、はいはい、ここはまあ、今実際子会社でファンドやられてることは注意が必要かなというところですね。まあ、いわゆるやっぱり連結納税みたいなものを、まあ、意識していただいて、
まあ、結局その個別にその各法人ごとにまず確定していただいて、それをその合算するっていうことに、まあ今のその税、その法人税法全体の考え方としてはそうやっぱりならざるを得ないんですね。そういうので今のこういう、これっていうよりはむしろ本当に連結の全体の考え方としてそうなってる、はい、そういうことですね。はい、それからこちらの主体の丸さんのところは、はい、まあ、要するにあの経営者、オーナー、はい、あるいはエンジェル、はい、まあ、こういった方が3分の1以上持ってないと、そうですね、他の、まあ、ファンドとかでも OK なので、その事業会社さんがその3分の2まで持ってると、もうほぼほぼその出来上がってるというかですね、オープンイノベーションの主体もまあ確定をしているような状態なのかなっていうふうに我々としてはこうちょっと見えるかなと思いまして、まさにそのオーナーさん、エンジェル、あと本当に VC みたいなものがまあ3分の1以上持っていれば OK ということに、はい、なっております。なるほど、はい、それからまあ海外向けは、まあ、要するに国内の事業会社、国内の CVC からの出資であれば5億以上であれば OK と。そうですいうことですかね、はい、ここはそんなに論点ないですかね、うん、あとこの何より M&A、はい、これは悲願の、素晴らしいですね、びっくりしました、今日初めて聞きましょう入ってなかったですよね最初はそうですね、最初は、はい、そうですよね、はい、我々も、まあ、事務的には、うん、そのまあ結局その仕上がりは我々最初にイメージしたものに、うん、ほぼほぼ近いものにはなったんですけれども、うん、まあ、さっきのあの発行済みの株式っていうものがまあ対象にならないっていうところをまあ整理をした上で、ただあのまあ最初にその自分のグループなり子会社にするところまではあのやっぱりリスクがありますよねっていう形で、あのまあ財務省にも政治の方にもまあご理解いただいたっていう、そういうことですね。志村さん、これ大きいですか？いやと思いますね。やっぱりまあマイナー投資もそうなんですけど、やっぱり最後は M&A するっていうことが、まあ先ほどの Google の話とかもそうなんですけど、結局成長のやっぱりあのウィングっていうのが M&A から来てるってことを考えると、M&A 促進ってのは結構大きいと思いますけどね。これはぜひご検討ください。ですね、それからオープンイノベーションの要件のとこですかね。おそらくあのここで一つ気になるのは、あの減損した場合ですかね。はい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 、この対応をぜひ教えていただけますか。うん、そうですね、あのこの所得控除の取り戻しが行われる場合っていうので、まあ、帳簿価格がやっぱり減額しちゃったっていうことについても、うん、やっぱり減損というかですね、所得控除の取り戻しのやっぱり対象になってしまいますので、うん、まあ、あのもちろんおそらく最初の時期でしっかりそのデューディリおよびその事業性の評価とかっていうのはされると思いますけれども、うん、やっぱりそれがこう減損した場合はもう所得控除っていうのはちょっと取り崩しにならざるを得ない、うん、まあ、制度的にちょっとそういう、そうですよね、はい、そういう仕組みにあのせざるを得なかったっていう感じになりますね。うんうんうん、それからおそらく皆さん気になると思うのが、あの結局使えないリスクがあるのかどうかと言いますか、はいはい、ここの、まあ、あとは手続きの大変さ、うん、ここら辺をお伺いしたいんですが、手続きはかなり簡便的に、そうですね、今、まあ、さっき申し上げましたようにその電子申請みたいなものにまずしながら、基本的にはいろんなことをこう書いていただく、まあ、電子の場合だっても書いていただくっていうよりはチェックをこうしていただいて、こうこうですよこうですよってピッピッピッというふうにチェックをしていただければ、大体の部分は済むようなまず申請の様式にしようと思ってまして、でただどうしてもその準投資との違いっていうところで、そのベンチャーにこういうふうに貢献してますよ、貢献しますよ、それから自分の事業の成長にこういうふうに考えてますよっていう、まあそのまあ、大きく言うとその2点なんですけれども、うん、そこをまあ、定性的にこうご説明いただくっていう、そういうあのことは、まあ、どうしても必要かなと。なるほど。ただものすごいなんか長くて添付書類がとかっていうことは全く考えておりませんので、うん、はい、あの手続きは非常にあのシンプルだと思います、うん、はい、事前申請は不要ということですか？事前申請不要でございます。あの皆様方から非常にあの評価が悪いもんですから今回はあの我々もですね、質問出ました、たくさん、まあ、制度をこう作っていく過程の中 で、ね、絶対そこやっぱやめてくれっていうことは、まあ、関係者にもちょっとご説明をしまして、ね、まあ、ご理解いただいたっていう感じでございますね。はい、中馬さんからも何かご質問あれば。オープンイノベーション税制ですからね、スピードがね、そうですね、はい、スピードアップ、あんまりその事前の審査とかされたらちょっとたまらんだろうなって、はい、いや僕ら本当にあれですよね、まあ、質問もそうなんですけど、とりあえず 4.1、うん、まず上げてみて、うん、どんなもんなのかを、はい、実験台になろうかなと思ってます、ね、はい、完璧にできてるみたいな、はいはい、まずあの事例を早めに作っていて、またシェアしていくような、はい、皆さんほらやっぱ外見てるじゃないですか、やってる人がいるとやっぱ次も呼び水にもなると思うので、そういうふうにぜひいればなと思ってます、はい、ぜひ。